日本関東地方神奈川県横浜市中区吉田町。吉田町は神奈川県横浜市中区の町名。伊勢崎町と野毛町の間の横浜市の中心街に位置する。定番を持たない単独町名であり、住居表示は未実施。郵便番号は231-0041。面積は0.034平方キロメートル。横浜市内には とつかにも、吉田町が存在する。町域は、北西南東にやや細長く、伊勢崎モールの入り口に接する南東端から、大岡川を渡り野毛町へ通じる飛ばしまでの、吉田町通りは、約二百五十メートルほどである。最寄りとなる、市営地下鉄、JR 根岸線管内駅は、大岡川の墓はあとの首都高速横羽線の、掘割の対岸にあり、吉田橋。 またはその地下のマリナード地下街で直結する。町の北側は、同桜木町駅や京急本線日の出町駅からも近い。町の南西は、歓楽街の福富町、西通、中通、東通りに隣接する。現在の吉田町を含む一帯は、江戸時代初期までは、大岡川川口の入り江で、1656年より、吉田官兵衛によって開墾され、後に、 吉田神殿と呼ばれるようになった。吉田町はその東北端に位置する。1859年に横浜港が開港すると、東海道から平沼橋、野毛坂、野毛橋を経て、吉田町を通り大田橋を渡って、横浜港へ通じる横浜道が設けられた。開港後、老子らによる外国人襲撃事件が相次ぎ、 中日イギリス総領事のラザフォード・オールコックの時期、パンを受け幕府は、吉田橋ほか6カ所に関門を設けた。これ以降、抹車道など、関門の内側にあたる地区を、関内、関門外側の吉田町や伊勢崎町などを関外と呼ぶようになった。吉田町は1862年に元町と共に、関外で初めてできた町である。1858年、江戸町奉行は、 江戸の豚屋の内開口場で商売を希望する者を募り、翌1859年には、江戸幕府も開口場への商人の進出を推奨する、ことを広く、国民に知らせた。1873年、区番組制により、第一区後番組吉田町となる。1875年に、大区小区制施行で、吉田町と柳町に分割され、 第一大区第四小区となったが1878年には、軍区町村編成法施行により、旧町村が復活し、横浜区吉田町、柳町となった。1880年に、モテ総米により制作された、改正道半横浜地図前によると、吉田町と柳町に、それぞれ1丁目と2丁目が設けられている。1889年に市政が施行され、 横浜市吉田町、柳町となる。1928年には、地盤整理事業に伴い町名が廃止され、柳町を合併して、ほぼ現在の町域となった。1868年に発行された商人の番付表、大港光将軍によると、横浜道沿いに、馬車屋と宿屋各2軒、蕎麦屋や寿司屋、汁粉屋など飲食店5軒、川沿いには、 在牧省が営業を始めていた。明治中期頃には、東海道筋の宿場などからの供給と管内に、働き口を求めた移住者の需要が集まったことから、古着市場としても賑わった。1918年には、吉田町には、横須賀商業銀行、横須賀貯蓄銀行、川崎銀行、川崎貯蓄銀行の4両の銀行が営業していた。 当時伊勢崎町に所在する銀行は2行、元町には1行であり、金融機関が多く集まっていたことが伺える。昭和に入った1928年には弁天通りから都南貯蓄銀行が移転してきた。1945年に横浜更新銀行に統合された後も、同行本店であった都南ビルは姿を保っている。1923年の関東大震災では、 吉田町の裏通りや伊勢崎町、馬車道などから火の手が上がり、野毛山方面に通じる東京や柳橋は消失した。唯一通行可能であった吉田橋は、横浜公園に避難しようとした住民が殺到し、消費者や川に落ちて溺死する者が相次ぎ、吉田橋周辺での死者は815人に上った。これは、市内では千人余りの死者を出した山下町に次いで、 生産なものであった。1918年には54件あった商店は一度開陣に返したものの震災の翌年には30店舗が営業を再開し、1926年4月には震災前と同じ54店舗まで復帰した。しかし、1945年5月29日の横浜大空襲で再び消土と化した。潜災復興にあたり、 吉田町通り沿いは1952年に施行された対価建築促進法に基づき、鉄筋コンクリート造り4階建ての防火体建築の共同ビルが建てられた。上層部は集合住宅、下層部は店舗として使われ、老舗の鶏肉専門店などの他ガロウやバー、カフェなどが軒を連ねる。赤い壁が印象的であるが、これはと争点に、 廉価な材料を依頼したところ船底用の防錆塗料を提案されたことによる。この街並みは2013年に横浜市都市整備局警官調整課主催第6回横浜人町デザイン賞を受賞している。アートやジャズをテーマとした街づくりが進められ、2000年からは毎年4月内し5月にアートジャズフェスティバルが開催されているほか、 毎年5月3日並びに7.810月下旬の土曜日には吉田町中ビアガーデンが開催されている。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。